マイルズ・オブ・アイルズは、ジョニー・ミッチェルが1974年に発表した2枚組のライブアルバム。1974年8月、ユニバーサル・アンフィシアターにて、ミッチェルは、コートスパークを発表後の1974年、アルバムに参加したジャズ・フュージョン・バンド LA ・エクスプレスを引き連れてツアーを行った。この時のライブ音源を集めたものが本作品である。 サボテンの木は1974年3月4日に LA ミュージックセンターで録音され、フォーフリーは同年3月2日にカリフォルニア州バークレーのバークレーコミュニティセンターで録音された。その他はすべて1974年8月14日から17日にかけてロサンゼルスのユニバーサルアンフィシアターで行われたコンサートの音源が使用されている。 収録曲はすべてミッチェルが作詞作曲した。1974年11月に発売され、ビルボードのアルバムチャートの2位を記録し、ゴールドディスクに輝いた。同年12月にアルバムからシングルカットされたビッグイエロータクシーはビルボードホット100において24位を記録した。見開きジャケットの外側の写真はミッチェル自身が撮った。場所はミシガン州。 クラークストンのパイノブミュージックシアターである。コイスルラプチコ、ユーターメウオン、アイアイム、エーラジオユッチ9分、ピックイエロータクシー、ピックイエロータクシーから三時九分、ヘリニーナイトハウス、レーニーナイトハウス四時四分、ウッドストックウッドストック四時二十九分、サボテンの、キ、カクタスツリー五時一分、コールドブルースチール、コールド、ブルースチールアンドスイートファイア五時二十三分、 ウーマン・オブ・ハート・マインドウーマン・オブ・ハート・マインドから3時40分あ、ケース・オブ・ユー、エー・ケース・オブ・ユー4時42分ブルー・ブルー2時49分、サークル・ゲーム、ザ・サークル・ゲーム6時29分人間模様、ピープルズ・パーティーズ2時42分、オール・アイ・ウォント、オール・アイ・ウォントから3時21分、フォー・フリー、リアル、グッド・フォー・フリー4時27分青春の光と影、 ボースサイズナウ4時14分、ケアリーキャリーから3時30分、リッチャードに最後に、会った時から、ザラストタイム、アイソーリチャードから3時35分、ジェリコジェリコから3時26分、ラブワー、マネー、ラブワーマネー4時50分。ありがとうございます。